皆さんこんにちは、新宝です。本日はビッグなニュースを伝えたいと思います。新華社によると、中国共産党中央弁公庁と国務院弁公庁が新時代の法学教育と法学理論研究に関する意見という文書を公布し、習近平氏の法治思想に基づいて宗教の全面的な指導と思想政治による国家建設を強化すると発表しました。この文書によると、今後多くの法学院の教員と学生、法学理論研究者を指導する原則的な問題は、大義名分の下で明確な態度を取ること、西洋の憲政、三権分立、司法独立などは誤った観点である、断固反対、抵抗すると表明しています。また党の教育方針を全面的に徹底し、党のために人を育てることを堅持するとしています。